プラナー、プラナーは、パウルルドルフが1897年に発明した、カールツァイスの写真レンズで、ツァイス・アナス・チグマートとしては、シリーズ IA であった。ツァイス・アナス・チグマートのシリーズ IB が、ウナー、シリーズ IIB がテッサー、それ以外が、プロターとなっている。初代プラナーは、ダブルガウス型の発展過程における代表的なレンズの一つで、完全に前後対象である。対な設計は、 増面湾曲や Y 曲収差が抑えられ、平坦を意味するプラーンが名称の由来である。その後プラナーは同系統のレンズのシリーズ名として使われた。第二次世界大戦前、ダブルガウス型はコマ収差を抑えられず、空気面の多いこともコーティング技術の発達以前には不利であった。しかし戦後はコマ収差を抑えられるようになり、 同社の T コーティング T コーティングとともに高性能なレンズが作られるようになった。一眼レフカメラではライバルのゾナーはバックフォーカスの短さが構造上不利ということもあり、プラナーが看板レンズとなった。主に標準レンズに採用され、一部大口径望遠レンズがある。S プラナーは特殊用途であることを示し、その多くはいわゆるマクロレンズであり、後に 一般向け製品は、マクロプラナーに、名称変更された。S プラナーには、半導体露光装置用や引き伸ばし、レンズ、マイクロフィルム用レンズなども存在した。プラナー50メートル MF にアルファベット順に記述する、コンタレックス参照、コンタックスレンジファインダーのコンタックス参照、コンタックスコンタックスヤシカマウントカメラ参照、コンタックスコンタックス N マウントカメラ参照、 コンタックスコンタックス645参照。コンタックス G 参照。純正扱いのレンズに関しては、ハッセルブラッドのカメラ製品一覧参照。ライカマウントレンズの一覧カールツァイス参照。M42 マウントレンズの一覧カールツァイス参照。ZF マウントは IS 相当。ZK2 マウントは IP 相当。テッサー75メートル MF3.5 に続いて、 ローライフレックス 2.8C から2.8回まで搭載され、ローライフレックスの人気を決定づけた。ローライローライフレックス66シリーズ参照。ローライローライフレックス6000シリーズ参照。ローライローライフレックス SL66 シリーズ参照。ローライローライフレックス SL35、SL2000 シリーズ参照。 S, S プラナー 120mm よびマクロプラナー 120mm プラナー 5CMF4.5 およびロスボシュロムのライセンス生産プラナー 20mMF4.5 イギリスのロスやアメリカのボシュロムでライセンス生産されたものもある。ごく少量ながら19世紀末から第二次大戦中までの長期にわたって生産されたため時期によって共同の外見が大きく異なる。 サイス生産品は、共同のマウント側に、セリエ IA の刻印が見られる。共同の焦点距離表記の単位はセンチメートルで、あったりミリメートルであったり、生産ロットによってまちまちである。ありがとうございます。